よし、隅っこで叩き切ったぞ。故郷の妻と娘にもう一度だけ会いたかった。なんでみんなそんな悲しいのよ。やめろ、一人ぐらい望んで汚らになってくれ。西野商人の魂を呼び出し追従させる。敵を見つけた因果攻撃支援する。ああ、ええな。果ての国より西にあるという国から来た。果ての国などよりも西に ある。どっちから見て果てなんだろうか。商人は外から物を仕入れて果ての国中を渡り歩き、商売しており珍しいものを人に見せ喜ぶ姿を見ることにやりがいを感じていた。まあまあ、悲しいことがありました。そういうことでしょうね。よし、帰ろう。青銅鏡都の手記。果ての国では獣が現れて以降、青銅鏡をはじめさまざまな信仰は急速に廃れることになった。人々は希望を求めて白巫女のもとに集まり、そこから人々の中で、白鏡を白鏡が広まったのだという。それも一種の戦略だったとしたら怖いわ。こいつを手に入れたんで、ここに入れてみようかな。切り替えて使わないといけない。結構ボタンがね、強化はできない。使ってみよう。あ、追従するんだった。ずっと追従するの？やってくれ。もっと本気出せ。惜しいぞ。攻撃回数で減ってくのか。残機が、残機？あ、切り替えない。あ、沈めちゃった。これやって切り替えたら消えちゃうな。考えもんだわ。じゃあ攻撃いるな。突然者攻撃はいるわ。攻撃は普通にいる。どっちも。で、これだけでいくかどうかだけど、まあこいつかなとなってくる。よし、行こう。間違えた。こうか、こうか。よし、よし、よし。なんかいい感じになってきそう。あんまり俺が勝てるところで攻撃しなくていいんだよ。あいつをやってくれ。まあ、先にこいつら来て、これでこうやって削っていく。確実に削る。たまに転ぶのはなんだ、クリティカルか。よし、ナイス。よし、OK、いいぞ。使っちゃった。この上に何かないかな。あった。最大 HP。5% アップ。これがね、これほんと謎なんだよな。何なんだろう。あいつ消えちゃってた。上やってくれ。ちょっと喋ったか。お前、仲間？そんなわけではないよ。敵多すぎ。
無駄におるな。これいっぱい道あるな。下と右、またやつか。あまり残り回数がないぞ。残り回数が少ない。やれ、よし。これは植える。死んでる。そこ当たっちゃうか。おはようございます。いや長いね終わりどころがね。あ、困ったぞ。よし、リベンジ。開けます。何もなかった。なんであいつらあんな高いとこいんだよ。やばいやばい。さあどうするどうする。あ、戦うか。いい加減回避も慣れてほしい。俺の体よ。危ねえな、こっち呼ぶんじゃねえ。さあここのボスはいつ来るんだろうが。まだチャプター2だよな。めっちゃやってるめっちゃやってる。よし、あーいいね、回復した。届かねえな。あー、そのまままっすぐ行ってどうだ。またお前か。やめてくれ。よしよしよし、召喚しよっか。ほい。この上行けねえかな。あ、もう少し無理すればなんとか行けるか。あーダメかな。つかこっちから行けばよかった。よし、で痛えな。魔導の鎖、リリック装備スロット上限プラス1、必須アイテムかな。あの上、この上から飛べるか。ダメでした、全然届かんだ。さあこの戦いいつまで続くのだろう。信徒の手紙、悪教の拠点は大きく白の教区と片コッペにある地下修練場の2つがあります。森人の奉公者は数年にわたり地下修練場で修行を積み、白巫女をお守りするにふさわしい力と精神を身につけなければなりません。森人の候補者は白教徒の中から選ばれ、白巫女を直接護衛する森人や10名までの精鋭のみが選ばれると言われています。誰と戦うつもりなんかね。獣か。エリックの装備、でこれ1、違う、はいはい、さっきスロット拡張になったからどっちも装備できるようになったか。あ、汚れめっちゃ溜まってんだよ。260何も溜まってる。どういうことだ。さあ完全に BGM がやんで、完全にボスということでね。俺の身長ぐらいかな。老戦士ゲルロット、お前だったのか。誰だお前は。やめるんだ、やめるんだ。一体なぜ飛んだ。おい、強い。
ああ結構その俺の操作ミスがなければもうちょっとマシな気がするな。まあ遠距離攻撃しつつだな。逃げろ逃げろ。でこれ多分取れるんじゃないか。ほらスタミナゲージみたいなものがあるな。使います。体力強えな。体力投げ投げ。何をするつもりだ。あ危ない。こんなゲームすんな。むやみに突っ込むな。もしまず使えこの技を。受けろ。よし。まずいか。あいだ近すぎた。回復しろ。何操作ミスやめろ。これは飛ぶ。あもったいね。あーちゃめっちゃ食らった。これめっちゃ食らうな。結構きついぜ。もうないしね。あ食らうのか。やばいやばい。普通にやばいぞ。普通にやばいぞ。あそっちの攻撃か。逃げてね。よしかわしてなるべく背後で戦う。当たんのかよ。これは避ける。無理しない無理しない。無理しないって言ったのに。やれ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 。あ待って、今から本気モード。今から本気モードはちょっと今さら本気モードやめろ。はえはえはえやはえんだよ。はえんだよな。危ねえ危ねえ。怖え怖え怖え。どこまで行く。こいつマジでだっただった。本気出すな。危ない危ない。本気を出すな。本気を出すな。急にそんなの現役みたいにやらんでええねん。落ち着け。これマジでちょっと死にそうだ。これか。危ねえ。これ避けて次避けて一発殴ってでこれは避けてこの間に攻撃して戻ってもう一回来るでやばい。危ねえ。で攻撃してで攻撃してでこれは避けて。焦るな焦るな焦るな。もう一回来る。で一発殴ってでまた俺が殴ってそして避けてこの間に攻撃して避けてもう一回来る。こっち逆側で一発ないでから俺が殴る。危ない。やばい。この位置は危ない。ギリやったな。でこの間に攻撃してで次逆で一発投げてこれだ。でこれは避けるで攻撃するで飛んでくるでまた逆でなーこっからのもう一回。これは楽。1,2,3 よしパターン化してくれパターン化してくれ。もう俺は死ぬわけにいかん。まずいまずい。パターンにないことパターンでない。これは逆に避けなきゃ無理。もう一回か。3回するようになった。これは避ける。焦るな焦るな。
焦るな、焦るな、もう一回いくぞ。危ない、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 強い怪我、獣どもよく、よく、俺は獣じゃない。小屋の外から村人たちの声が聞こえてくる。獣になり果て城塞、城塞の扉、戦いから戻ってきた老兵を恐れる声。みんなを守るため不死の騎士団に入ることを選んだのは自分自身、浄化してほしいと思うこともあるが、汚れたままたかっていうのが、これ以上泉の白巫女に重みの背負わせてはならん。しばらくしてまた声が聞こえてくる。今度は泉の白巫女と子供の声だった。あんなに小さかった小娘が今では立派な白巫女になっておる。笑うことなど忘れてしまっていたが、気づくと頬が緩んでいた。いつか汚れに狂うその時、重みを背負うのはこの幼子かもしれん。いつまでこの意識が持つかわからぬ。だが意識は続かり、この子らを守る盾となろう。この身の苦痛など、オラのことを思えばどうとでもないみたいなことが書かれていた。老戦士ゲルロット、強烈な一撃ね。これであそこ開くんじゃねえかな。かつて王城一の騎士と呼ばれた極の男ゲルロットは村の英雄であり象徴だった。いつも誰かのために尽くして走り続けた英雄の末路は孤独だった。巨人の鉄槌、急行車と着地と同時に衝撃攻撃を行う。ああ肉種ね、あれが肉種か。で壊せると。はい、オッケー、それを言いたかったんだよ。お前らを最後まで守っていた勇猛な戦士だったのだろう。記憶の中でいた二人の子、この村に母親とよく訪れていたのか。ああ母親だったんかね、あれは。はい、フンヌ、上官ともしびでしたね。はい、まあさすがにね、もうチャプター3ということで長かったねチャプター2、ということでここで終わりにします。ではまたチャプター3やっていきますよ。バイバイ。